石区二藩8月12日から1984年は、中華民国空軍の軍人、苗族。字は、東米。最終階級は、空軍上皇。第一次上海事変に参加し、初めて、日本機を撃墜したパイロットである。湖南省監修直令庁小生犬井上建獣、実際にて生まれる。犬井城県立高等小学堂を卒業後、 1921年に軍艦共同団を卒業して1924年2月陸軍副表彰校に任ぜられる。同年4月頃直令派の支配下にある固定航空学校に入学。同期には後に韓国空軍創設者の一人となった蔡陽徳や台湾総統府士英長を務めた劉牧軍がいる。また在学中に第二次笹口家戦争に参加。 教官たちの努力により、戦争前の1924年10月の時点で、半数以上の生徒が単独で飛行できるようになっていた。11月、保定航空学校は、国民第三軍の孫だけにより接収され、1925年1月、校長の陳徳将が、司令官を兼任する第三軍航空隊が成立。3月、 航空学校の人員や機材を落葉に移動することになり、学生は臨時任務に派遣され、秘書室は内立人と調子の部長、軍需室は洋津る大空と県中和が担当し、医師は副官庁、投与圏は援護隊長、その他の学生も副官や押し運員に任命された。同年秋に卒業後は国民第三軍航空隊大付。医師は副官庁として、 落葉に泊まり、学校の移動や輸送以外の業務を処理していた。1926年3月、兵玉省が下屋島語だけが病に倒れると再度、直令派が盛り返し、第三軍航空隊は、後配布に接収される。同年6月頃、補定に、内属、連根軍航空司令部が設立されると、航空第一隊の中隊長。北伐で、 後交配布軍の航空隊が壊滅した後は、超総将軍に身を寄せ、5月10日に成立した、自家路連軍航空司令部批評隊飛行員。1927年3月24日の、国民革命軍航空軍の南京掌握時、国民党に基準、同航空隊の基準兵力を接収し成立した、航空軍航空隊副隊長となる。1928年2月、 軍事委員会航空司令部設立に伴い、航空第二大府、翌年11月第二大副隊長に就任。1930年10月20日、陸軍中九1931年5月中旬の早朝、災難の新強し引き場からユンカース W33 爆撃機にて副機長の陳志連、爆撃手の毛うのりたと共に乱風爆撃。 考え上偵察の任に当たった、キロ中、第4体の洋国中の操縦する、V-65C イコルセアに、軍閥空軍と誤認され銃撃を受けるという、アクシデントに遭う。また、1932年1月頃には、第4体飛行員として、中央空軍に来たばかりの高志港に飛行服を貸し、彼のテスト飛行に立ち会ったこともある。中原大戦終結後、 共費に備えて、航空第2体の一部を引いて、南章に進出、後にこの任は、航空第3体が引き継いだ。1932年1月28日、第1次上海事変が勃発すると、石は、ユンカース K47 で1個小隊を引き、南京防衛の任を受ける。2月20日、港州掛井橋への派遣を命じられるが、蒸気が故障していたため、 残りの6機を部下の経費に引きさせ、第4体、第6体、そして関東空軍と共に先に、甲州に向かわせた。2月25日、ようやく機体が治った愛師は、0種のご花と共に、雨の中甲州掛橋飛行場に到着し、旧兵港航空所長に、蒋介石の書簡を届ける。書簡の内容は、広大飛行場から空母へと引き上げた。 日本軍航空隊による飛行場爆撃を危惧するものであった。石と木は協議の結果、架け橋の前線力を20キロ離れた高橋機場を、さらに河津笛へと移動させることにした。また、整備主任の総高市には、夜明け前に起きてエンジンを始動し温めること、経費には日の出とともに上空警戒の任をそれぞれ命じた。翌日二月十六日午前五時、 加賀から小田原都郎隊一率いる、爆撃隊三個小隊の十三艦航を9機、援護隊として、砲送からところも八郎隊一率いる二個、小隊三式艦船戦六機が飛び立ち、行安の空を甲州へと向かった。しかし、警備が上空警戒の任務を怠ったため、石の出撃は甲州到達直後の七時のことであった。石は、第六隊分隊長、超不明操縦。 竜坂ヶ谷重手の V-92C と共に飛び立ち、変態の爆撃を妨害、続いて13艦航第3小隊の2番機及び、小隊機それぞれ1機を撃墜。しかし、弾数の残りが少なくなった上、重手、陳、四世の後部機銃が故障。そこに、厚見新一隊員率いる第5小隊3機の銃撃を受け、7.7ミリ機銃が、 石の左腕を貫通した。石の蒸気は次々と被弾し、エンジンから火が噴出した。陳四世がパラシュートを装着していなかったため、石は片手で消火装置を作動し沈下させたの地地上に不時着し、厚見正体が飛び去るまでよくかに隠れあり過ごした。その際、厚見正体は、石式の不時着地点からわずか400メートル先に、 高敷城と中国空軍機22機を発見、稼働中の2機に銃撃を浴びせ、一機撃破確実を報告した。超不明機は、ところも八郎隊域と共栄戦を展開し、被弾、胸に重傷を負う。また、関東空軍派遣隊分隊長の呉南寺、事、萌え一個エアクラフト製短座戦闘機で駆けつけたが、反撃に合い撃墜され、 か橋橋北東一キロの畑中に不時着した。日本軍機が飛び去った後、石は多少国より死血処置を受け、長と共に公衆交際委員に搬送される。しかし3月4日、敗血症で石の容体は悪化、弟の石国政から輸血され、上海から石を呼ぶなどの措置が取られたが、結局左腕は切断せざるを得なかった。左腕は、 オルマリン付けの標本となり、同委員に保管された。一方の超不明は、肺の負傷が大きく、やむなく片肺を切除したが3月18日に、死亡した。回復後、傷跡を見た、小海石は痛く管理し、教官として空軍に泊まるよう述べた。また、民衆の間でも石国藩は一躍英雄となり、国藩肺というタバコが、上海で売られるほどだったという。 なお、この戦闘当時、第二隊隊長であったという文献が多く見られるが、国民性レイによれば、当時副隊長であった。この記録が正しければ、腕を失った後も同職に留まり、同年8月20日、第二隊隊長に就任したことになる。1933年7月、飛行士を引退し、家計橋中央航空学校の三期入り大隊長を経て、 1934年、南京大工場機場単調。1935年6月以降は、南京総単に指定され、首都防空の補給拠点を担う。1936年10月30日、名古級機場にて、カーチスホーク三ん能式の整理式を取る。日中戦争勃発後の1937年8月、南京第一空軍区参謀長兼任。また、 1937年7月から38年2月に設置された空軍前的総式部参謀長にも就任していたとの記述も見られるが、就任していたのは安田麻生もしくは超優谷であるともされる。9月、全的葬式部指揮書検捕料収容所として利用されていた中央体育場に第5大隊24中隊副隊長の羅秀則と共に赴もき、 三名の日本海軍捕虜の手当てを行う。1937年9月7日、空軍中高。11月、航空委員会は南京から観光に撤退し、第一空軍区司令部も南州へ移る。同月に新設された空軍兵官部兵炭送官に就任し、中国空軍の市長の任を負う。1939年5月、航空委員会交通所所長。 1943年、空軍大使祖寺司令官。1944年退役。1945年4月30日、空軍上校。戦後、空軍総司令部物資動員委員会主任。また、上海に渡り、航空建設協会上海市分会、総幹事件委員を務める。1945年12月には、上海第十区公所大陸長。 1946年には、上海市参議員に選任された。先代後、台湾省部市局にて、台中弁事所主任や副局長を務めた。また、1962年1月27日には、甲州での戦闘を称え、空軍司令官の陳吉直上将より一斉保守所、少将,将及び負将栄誉れだが贈られた。 1968年3月の定年退職後、家族と共に渡米し、同地で死去した。この石谷公は、ボストン栄光連吉見会理事長を務める。ありがとうございます。